はい、どんちゃー、ササイアンです。本日もニュースをつついていきましょう。今回はですね、東京オリンピックに関するちょっとした、いや、考えようによってはですね、相当でかいブーメランネタ2本をご用意いたしました。まず話の前半はですね、立憲民主党の蓮舫さんが東京オリンピックのとあるワクチン対応が気に食わないということで批判してるんですけれども、でもそれを批判するのであればですね、テレビ朝日も同じように批判しろよと、そう突っ込みたくなるお話が一つと、もう一つはですね、今までオリンピック開催の批判をしてきたテレビやマスコミがこのまま開催されるとですね、立場が危うくなって今戦々恐々してると、そんなお話2本立てでお送りいたします。僕のしゃべりを聞いて目のつけておくいいねと思った方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまず最初にですね、立憲民主党蓮舫さんの話題からいきましょうか。蓮舫さんが9日のツイッターで丸川五輪担当大臣と、それから東京五輪組織委のですね、武藤事務局長を激しく非難されておりまして、2万回分しかないワクチン不足分を検討とのこと、ボランティアの健康も大事が、それ以前に未だワクチン接種を終えていない医療従事者、高齢者もおられます。国民より五輪最優先の姿勢は別の地平すぎますと、まあこのようにコメントしておりました。でこのツイートにはですね、毎日新聞のリンクが貼られておりまして、じゃあその毎日新聞の記事には一体何が書かれていたのかというとですね、記事を抜粋して読みますけれども、東京オリンピック組織委の武藤事務局長が8日の記者会見で、新型コロナのワクチン接種の対象について約7万人の大会ボランティア、国内メディアを含めて拡大を検討している、 IOC はファイザーの協力を得て日本向けに選手団ほか審判や通訳ら大会関係者ら約2万人分のワクチンを無償提供する方針。しかしボランティアは選手と接触する可能性がある誘導薬など一部に接種が限られており、感染への不安などから約1万人が辞退する事態となり大きな課題だった。大会関係者によると、21日から始まる職域接種やすでに開始された大規模接種会場の活用案も浮上している。丸川五輪担当相も8日、参院の委員会でボランティア全員へのワクチン接種についてその方向で進んでいきましょうということで合意していると述べた。はい、ということで丸川五輪担当大臣らはですね、ファイザーが無償提供するオリンピックの関係者向けのこのワクチンは現状では足りないということで、ボランティアスタッフだとか、それからね、別の取材メディアとかも含めてですね、大規模接種会場だとか職域接種みたいな形で優先的にこの方たちにですね、ワクチンの接種をさせようと考えているわけですが、これにですね、蓮舫さんがガブガブガブリンチョという感じでね、噛みついて、ワクチンを打っていない医療関係者や高齢者がまだいるのに、なぜオリンピック関係者だけ優遇するのか、別の地平線でも見ているのかと怒っているわけですよね。ただね、もうちょっとね、この方にね、かける言葉はないんですが、あえて言わせていただければ、蓮舫さん、あなたこそ別な地平におりますよと別の動画でも僕ね、言ったんですけども、テレビ朝日の玉川徹さんがですね、自分の職場でもこう職域接種をやりますって言ってましたよね。今まで散々パラですね、高齢者を差し置いてワクチンを接種する市長がいるだとかね、役場の人間がいるだとか、一体何を考えているのかと糾弾していたあのテレビ朝日がですね、大企業の職域接種については二つ返事で OK を出しちゃったというね、それこそ高齢者を差し置いてる態度ではないんですかと。テレビ朝日の職場では老若男女問わずですね、誰でも打つことができるわけでしょ。しかもですね、番組内で玉川徹氏はですね、なんだったらばテレビ朝日の取引業者だとか小さな芸能事務所だとかも含めてね、テレビ朝日側で職域接種で面倒見てあげればいいんじゃないかなみたいなことを言ってるわけですよそれってもう完全にでもね、高齢者だとか医療関係者を抜きにして大企業優遇措置ってことになるじゃないかと、君らの理論からすれば真っ向反対な行動ですよと、笹山はですね、ずっと前から仕事で動き回るアクティブな世代にこそね、ワクチン接種先行させた方がいいんじゃないかと言ってきましたし、感染拡大を抑えるという意味でもですね、集団免疫 60% 程度をね、目指すためにも職域接種は好ましい、やればいいと言ってきた方なのでね、だから僕は別にその職域接種というのは肯定的に受け止めてるんですけども、でもマスコミ各社はほんの手前までですね、高齢者優先でワクチンを打てと、医療関係者と高齢者以外でワクチンを早める、不届きなやつは魔界にならぬと言ってきたわけですよ。で蓮
鵬さんがこれね今回言ってるツイッターのコメントだってマスコミが唱えてるわけわかんない論調と全く同じロジックなんですよ。あのねよく考えていけばこのボランティアスタッフだとか大会関係者というのはどっちみちですね競技場だとかどっかの会議室に集められて大会運営に関するレクチャーを受けるわけでしょ。じゃあその時ついでにそこにですねそのワクチンを打てるその医療関係者をね、そこに置いておいてですねで、この会場に入るだとか出る時にですね一緒にこうワクチンを打てばいいじゃないですか。その方が効率的だし何よりも安心できるじゃないですか。そのボランティアだとか大会スタッフがね今回の五輪はバブル方式とかいうやつですね日本の一般国民はですね基本的にこう外国人と交わる機会がほとんどないわけですよ。その一方でバブル方式を採用するということはですねバブルのこの内側にいらっしゃるねスタッフは選手をケアしたりとかね大会を運営していかなければならない人たちなわけですからその人たちがですねそのよくわからないその外人とすれ違うことによってウイルスに感染するかもしれませんよとそんな心理状態に陥るわけですが、まあ、実際はねそこでかかるかかからないかは置いといたとしてもですねその不安を払拭するためにワクチンをその大会スタッフボランティアたちにですね先行接種するというのは、ね、僕は全然あれだと思ってるんですけどもね。もちろんワクチンを接種するのは本人の自由意思によるところなのでどこまでそれを強制するのか分かりませんけども少なくても希望者にはですねワクチンを先行接種させるというのは全然いいじゃないですかと僕は思いますよ。しかもここ最近だってですね自衛隊が運営しているあの、ね、例の大規模センターの予約枠に空きが出始めているとこれ岸大臣からも発表がございました。え、キャパ余ってんのかいと我先にと言っていた高齢者はどこに行ったんだっていう話なんですけどもね力が余ってるんですから、ね、現状余ってるんだろうその余力をですねオリンピック関係者に振り向けたって良くないですかとそういうふうに僕は思うわけですよ。そういった現場の事情はこの蓮舫さんってやつは私知らないんでしょうね。だからこういうツイッターでもね反対のための反対の意見にしか思えないんですよ。頭の中がオリンピック中止ありきになっているもんだからだからもうボランティアの心理がねどういうふうになっていてどんな不安に駆られているかとかねそういった不安に寄り添うっていうことがね全然できない人なんですよ蓮舫さんっていう人はさ。結局だからこの蓮舫さんの話って大会がどうのこうのじゃなくて今の立憲民主党にとって票を入れてくれそうな高齢者に対してねおべっかしてる風にしか聞こえませんよと。まあ100歩譲ってですねそれでも感染すると高齢者が一番危険なのでだから高齢者の身を案じて高齢者が最優先っていうのであればねじゃあテレビ朝日の職域接種というのもね高齢者優先から相当ずれた話なのでオリンピックと同様大企業の職域接種など言語道断くらい言ってほしいわけですよ。まあそんなことは絶対言えないわけですよ。だってさここだけの話ですよ。ここだけの話だけども、蓮舫さんの立憲民主党ってやらはですね、大企業の労組が支えてるわけじゃないですか。その労組がワクチンの職域接種にゴーサイン出してるんですから、そこに向かって職域接種反対しますと、高齢者優先の道を外すなーなんてかっこいいことを口が裂けても言えないじゃないですか。なんで蓮舫ってこんなね、ブーメランが得意なのかしらと、多分オリンピックの競技種目にブーメランっていう競技があったら、このね、蓮舫さんって方は絶対金メダル取れると思いますよ。さて一笑い取ったところでお次の話題なんですけどもねマスコミ正確にはマスゴミかもしれませんけれども、今までオリンピック開催に批判をしてきたマスコミがですねこのまま開催されるとですね立場が危うくなっちゃって今現在戦々恐々しているのではなかろうかとそんなお話をご紹介させていただきます。デイリー新潮より見出しがですね五輪反対色を務めるワイドショースタッフの本音恐れる手のひら返し批判ということで本文抜粋して読んでいきましょう。世論が五輪反対ムードのため番組で開催について議論してもらうと盛り上がります。開催を支持する指揮者と中止延期を求める指揮者に舌戦を繰り広げてもらうわけです。番組 MC やコメンテーターは開催反対の意見が少なくありません。やはり各局とも番組内容としては反対のトーンが強くなっています。とはワイドショースタッフ五輪開催を懐疑的な姿勢で報じないと視聴率は上昇しないというほうほうこれは聞き捨てならないコメントですね。五輪に懐疑的な姿勢でないと視聴率が取れないのかと。道理でエビデンスも減ったくれもなくですねグダグダで反対な姿勢を出しているわけですよ。だって視聴率ありきの番組なんだもんで、政府が五輪開催で突き進んでいるという疑念を視聴者は持っているので開催に異議を唱えると共感してもらえるようです。基本的にはどのワイドショーでも開催ありきのスタンフを批判しています。とは民放キー局関係者いやこういったねテレビの裏事情を話してくれることはね誠都合がいいですけれども、でテレビ業界ではバイキングモーが五輪反対の再右翼とみなされているという、それを記事化したいくつかの見出しをご紹介しよう。スポーツ報知、坂上忍、東京五輪賛否で試験、今オリンピック見たいという人たちですら協力する気持ちを失いつつある。
坂上忍、三木谷氏の五輪開催は自殺行為発言に、いよいよスポンサーさんたちも声を上げ始めました。続いて朝日新聞より、坂上忍、IOC のコロナ感染の自己責任に呆れ、化けの皮が剥がれてきた、不信感しかない。そして、坂上忍、東京五輪パブリックビューイングの工事開始で、小池都知事に疑問。パブリックビューイングやって飲食店を閉めては絶対に許されない。はい、見出しを並べるだけでも番組の雰囲気が伝わってくる。五輪反対の視聴者が喜んでいる姿が目に浮かぶ。いや、これ見るとね、確かにそうなんですけども、しかし、開催反対の意見ばかり紹介していると、しっぺ返しが待っているという、五輪反対の路線を突き進むと、今は視聴率が取れるかもしれません。しかし、実際東京五輪が始まれば、好意的に報じなければなりません。まして、日本人選手が金メダルを取ったなら、ワイドショーはおめでとうと大騒ぎして、こそ視聴者は喜んでもらえます。スタッフの中に、東京五輪が始まったらどんなテンションで報じればいいんだと頭を抱えている人もいます。とは関係者。いや、もうそれはね、開催前からすでに前兆が出ておりますんでね。6月6日、読売新聞の世論調査で、これね、東京五輪の開催の是非についての世論調査が、取られているんですけども、そこにはですね、これ観客数を制限して開催するが 24%、それから観客を入れずに、つまり無観客での、開催というのが 26%、これ合計すると、開催するに前向きな意見というのが 50% を今占めておりまして、反対、中止するが 48% ですから、これ、ワクチン接種が拡大するのと並行してですね、世論の空気が確実に変わってきたことが伺えます。で、そんな空気をつゆ知らずという感じなんでしょうかね。朝日新聞は5月26日の朝刊に、夏の東京五輪中止の決断を首相に求めるとの社説を掲載した。朝日の社説を歓迎する声もあったが、同時に批判の声も出た。中でも多かったのが、朝日新聞が五輪のスポンサーを辞めずに五輪中止を求めていることへの揶揄だ。また、週刊ポストは、夏の甲子園も中止にするのかと、朝日新聞に取材を申請した記事を掲載し、ネット上で話題になった。これはもう僕の動画でも作ってね、いかに朝日が自己矛盾を起こしているのか突っ込ませていただきましたけれども、つまり、視聴者は見透かしているんだと思います。新聞でもテレビでも、いつかは東京五輪の開催指示に転じ、選手を応援するのは織り込み済みなのです。実際、東京五輪は視聴率が期待できますから、開催してほしいですね。手のひら返しと批判されるのは覚悟の上で準備を進めていくしかありません。問題なのはいつ、どういうタイミングで反対から応援に変わるかということだけです。テレビ局ってね、どうしてこんなにポリシーがないんでしょうかね。いや、まあ今に始まったことではありませんけれどもね。で、各番組ともお互いに様子を見ながら徐々に報道姿勢を変えていくつもりのようだ。そんな中、羽鳥慎一モーニングショーのスタンスに注目が集まっているという。MC の羽鳥さんが中立の姿勢を堅持しているので、コメンテーターが五輪反対を強く訴えても、トーンが薄まっているように見えます。うまいやり方ではないのでしょうか。手のひら返しの批判を免れることは無理でしょうが、さすが羽鳥さんですね。先陣を切って選手応援のスタンスに移っても違和感はないかもしれません。おしまい。ということで、羽鳥さんのモーニングショーだってね、僕から言わせればですね、いい加減にせよっていう感じではありますけどもね、特にあそこの純粋培養社員ね、玉の皮が透き通るさんなんかですね、今までずっとね、やいのやいの言い続けてきましたからね、あ、そうかと、場合によっては奥の手を使ってね、五輪が始まったら、その期間中ね、玉川さんは番組から消えてもらってね、で、そのポジションに、まあ、長嶋一茂さんなんかをね、常時置いておいて、で、五輪が終わったらまたひょっこりとね、玉川さんをそのポジションに戻すみたいなね、そんなやり方があるかもしれません。それだったらまあ賢いですけどもね。それにですね、笹谷みたいな政治系 YouTuber のふりして本当は単なる情報のハイエナ系 YouTuber が、こぞってその手のひら返しのテレビ局のコメントをね、いちいちつまんで糾弾していきますからね。坂上忍、玉川徹、青木理、関口博士、これに加えてですね、朝日新聞、毎日新聞、東京新聞、それから立憲や共産党の政治家どもも加えていけば、もう山ほど糾弾ネタが湧いて出てくる状態ですからね。しかも YouTube の再生回数もそこそこ望めちゃうというね、これはもうね、僕らにとってはボーナスステージみたいなもんですよ。ひゃっほーって感じですけどもね。あ、ごめんなさい。ちょっとね、浮かれすぎてしまいました。まあでもですね、それだけボロカス五輪を言ってきたわけですから、マスコミの皆さんはですね、その批判は真正面から受け止めないといけませんよね、と。だから、マスコミの皆さん、手のひら返しと世間からなじられるかもしれませんけども、まあそれは自業自得の話なんでね、今から震えて眠りなさいとだけ言っておきましょう。さて、今日も話が長くなりましたので、これくらいにして最後はほっこり謎かけで締めたいと思います。オリンピック開催とかけまして、マスコミが白目を向くとっときます。その心はどちらも五輪中です。いやー、しかし本当わけわかんないよね、マスコミはね。
これも前に話したことですけどもね、マスコミが五輪を批判すれば批判するほど、オリンピックの公式スポンサーがオリンピックと連動した企業 CM を打てなくなるじゃないですか。それってオリンピックの広告特需を自ら捨てるようなものと同じでね、そのおかげでテレビの広告収入だとかがこれからねどんどん激減していくという、もう負のスパイラルまっしぐらでありますけどもね。だから僕がなんちゃらテレビホールディングスの株主だったら、お前ら一体何がしたいんじゃってね、株主総会で突っ込ませていただくんですけれどもね。という感じで、本日も面白かったらためになったという方ですね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ササヤンでした。